おじいちゃんにさっき食べたでしょといえば食費が一人分浮くことに気づいた。どう見てもこれ男の手。怖っ。おじいちゃん、全然笑。悪い顔だ。サビ抜きを頼んだのに店内に流れる瞳を閉じてのサビが染みる。そりゃ泣くわ。サビ違い。いちごガン虫。染みすぎ。これを仕掛ければ野生のバンドウエイジが捕まえられる。ゆで卵をゆで卵をほら、もう近くにいるぞ。鳴き声。バンドウエイジ。高めの鳴き声でゆで卵を。最近見ないと思ったら。万年お一人様だった客が初めて友達を連れてきた。恋人じゃなく友達というところに哀愁。やりました感がすごい。完成の嵐だな。おめでとう。恋俺が割った花瓶はこっちだ。イケメンかよ白目。さっそうとしてんな。割ったくせして勇ましい。潔いな。初日、入社1ヶ月、入社3ヶ月、入社半年。初めての休日。これが、社会人か。もしかして年2回しか休みない？とっとと辞めちまえ。めちゃめちゃブラックで草。迷子のお知らせするぜ。カンザス州のお住まいの30歳で面接に落ち続けて12年の人生の迷子のお礼。自分で会社立てろ、アホが。それ自己紹介や。アホすぎくそわろた。高卒。珍しい撮影禁止の看板があったので撮影してきた。ダメよダメダメ。早速逆らっとる。ダメだろ。たくさん撮ったね撮っちゃったね。入れるよんってコーヒーの話やないかい。今夜は眠らせないぞ。カフェインでってやかましいわい。熱々だね。勢いがすばら。スピーディーだな。こんな普通の画像で。つるるるるつるるるるガチャハゲハゲ。盛大に増えた。つるるるる。くだんねえ。この勢い好きだ。跳ねたなう。これ左足で蹴り飛ばしてね。サドルとペダルがない。跳ねられたわず。とりあえず逃げてるなう。できちゃった。そう見える。受ける。やったんか。このことやったんか。昨今、こんなごっこ遊びがあっても不思議じゃない、と思えてしまいおじさんは悲しい。捨て猫を見つけて弟と母親が飼いたいお金がかかるからダメと言い合っていたが、ニートの兄と交換することで解決した。兄せめて抵抗しろよ。ふてくされ。ニートでも人間だよだよな。変なところに捨てんな。テレビの企画で来た芸能人に自分たちは食べたこともない虫を出したらうまい、うまいと言って食べ始めた。妹じゃね？自分で出しといて引くな。村人食べたかった。もしかしたらマジでうまいのかも。乃木坂46の握手会のイメージ、手荷物検査と金属探知機によるボディチェックが行われた。ファンの応援コメントが斬新。メンバー、はい。応援じゃなくて報告。これマジだから困る。図が高い。初めての子グマちゃん。事故が多い都道府県は和歌山県。我が県を。愛知だよ。愛知はマジでヤバい。俺ん家の前の方がヤバい。決勝で4位だったが娘が私の中ではパパが一番だよと言ってくれた。手作りメダルの色がどう？ホンダに捧ぐ。感動わらわら。よし、これで映画撮ろう。うわ微妙。枕投げ中に機長が見回りに来た。機長知ってんだからな。バレてるぞ。ネタ振りの完成度よ。へえ、俺も混ぜてくれよってね。スイスから来たかを潰した瞬間にアルプスの香りが当たり一面に広がった。すごい発想です。よう出るよう出る。人間の血の香りがしそうだけど。こんなに伸びて捕まえる必要。電気つけない？闇にも紛れて。確かにな。俺は電気つけない方がよく見える。もう末期だな。それよりテーブルだけ明るいのが怖い。お前は今日から男湯だ。え？そんな僕まだ9歳だよ。大事な話があるんだ。まだ一人で洗えないよ洗えないんだよ分かってくれよ。母冗談はやめてよパパ。スターを拾った。高速道路逆走する？それでも信号は守る。後ろから来るぞ。ある意味ほんと無敵かもわら。名作のタイトルに一文字足して複雑にしてください。我が輩は猫でもある。複雑。これはいいのが書けそうだな。夏目漱石でもある。だが我が輩はタヌキではない。ぐさ。ビクトリーガンダムにこんなシーンあったような。どっちが刺したんだ？私のビジネスのためなの。メアリー？どうして？北斗の拳を1話で終わらせてください。終わった。終わった。
どうでもいいけどあれ実際に終わったって言ってるんだよね。ワローター。勢いに負けた。マネージャーが俺のユニフォームだけ洗ってくれない。なら自分で洗えや。右のやつ、笑いこらえとる。誰にも好き嫌いはあるからね。お金払えばいいよ。遅刻の言い訳がサビに入った。言い訳で歌うなし笑。歌かよ。言い訳メイビーか。普通にうまい。胴上げの途中で隊長が来たので一旦手を止めて話を聞く。愚報ってなるだろ。埋まってね。手どころか心臓止まっとるがな。ぐったり。将来パパみたいなサッカー選手になるという作文に感動したけど、よく考えたら自分はバスケ選手だし息子なんていなかった。誰の作文だよ。涙拭けって。気づいてよかったね。やはりよく考えることは大切だな。ええや、君からもらい泣き。あの木の葉っぱが全て落ちるまでしか僕は生きられないんだと言った瞬間に強風で葉っぱが全て飛んでった。ナムナム。今日から俺は、千の風に、千の風になって。はぁ、バード1号に次ぐ4キロ先のベンツに糞を落としてベンツにせよ。バード2号に次ぐ2キロ先のベントレイをベントレイにせよ。フンボルトペンギン漢字 NG のおかげで助かったぜ。何その嫌がらせ。とんでもねえ奴らだ。超獣戦隊ベッチャマン。銀行はどこだ？いえ、あっちに交番があるので教えてくれると思いますよ。じゃあそこまで案内しろ。泥棒初めてかな？銀行はどこだ？アホやん。そのまま逮捕される運命。食用体験に来た小学生たちが畑を荒らしていきやがったので、そいつらの小学校のグラウンドを耕してやった。こんなの5秒で耕せるし。サッカーできねえじゃねえか。いいぞもっとやれ。歩きにくい。葬式に来た人が作り泣きじゃないか一人一人確認するモッシュ。これで作り泣きだったらどうなるんやろか震え声。執念。熱湯教師思い出した。うぜえ。右に避けても左に避けても相手が同じ方に避けてくるので、下だと思ったら相手も同じ発想だった。仲良しかよ。待て、早まるな。礼よし、はじめ。多分次は上だな。なんでこんな場所でこんな格好でやってんだよ。ご紹介します。メガネとハゲとデブです。メガネは俺だな、メガネは俺だな。俺紹介されてないぞ。全員デブ認めてなくて草。メガネは全員かけてるだろ。部屋とワイシャツと私的な。ハゲとデブを認めろ。ママ、お兄ちゃんが私のステルス勝手に取った。領土も返してくれない。第二次世界大戦の始まりである。虹いるとエスカレートするから。発艦体制。第二次世界大戦。領土も返してくれないがじわる。真ん中を歩けばいいなどと補作ガキを落とすために徹底的に細工する。糸に触れたら土管だ。第一級。トンチンカンチン気にしない。鬼畜。シールだけ剥がして山崎に送る。それはマジでいて困る。通報できん。ちゃんとパンも買え。うちの近くのスーパーでやられてた。とりあえず魚はさばけ。殴るな。見るからにパワータイプだもんな。殴ってるねえ、わらわら。うわ、カツオのたたきでも作ってたのかな。走ると思うなよ。あっと、今日も走ってくれなかった。上限の9文字守ってて草。走れよ。次の日には馬刺しになったしんね。胴上げ。チキンラーメン吹きそうになった。世界の力自慢が集まっちゃったんだな。くだらねえのにじわじわ来る。この俺でも、大気圏行くか行かないかだぞ。次のコースは57万ヤード、パー620となっております。大気圏にうまく入れるのかな？プロゴルファー猿もびっくり。広すぎだろ。7割の確率でウォーターハザードが起こってそう。きゃあ。おめでとうございます。元気な男の子です。おめでとうございます。赤ちゃんかい？スティック、スティッドリフト。車の中で生まれたんかい？数もの収穫目前。あれってこんなにいたっけ？収穫。今年も上等な数もが実りました。そういう生態系？わら。正午から始めた観察日記が未だに終わらない。何の観察をしているの？落花生かな？本職にしててわろた。ガチすぎる。右手、寂しい。左手、寂しい。空、寂しくない。右手と左手は裏声。声出してわろた。原西のギャグでありそう、わら。一人で何やってんだ。何にもしないからこっちにおいでよ。よだれ出してないか？目がやばいもん。
本当にされなくてもストレスがマッハ。絶対嘘だ。1円を笑う者は10円で10回笑える。超ウケる。このセンスはずるい。むちゃくちゃ上手。面白い。マジマンジー。先ほど、業者より無線 LAN について問い合わせの電話ありました。父。無線の LAN となるか回線の変となるか、今まさに電波分け目の戦いが始まろうとしている。霧を取るか、実益を取るか。美しく仕上げてきたな。電波分け目。あながち間違ってない気がする、わら。なんか戻ってきた。こっちみんな。どうやったら戻れるんだよ。下にトランポリン。俺飛んでるよ見てみて。激戦地だけど結婚指輪を見つけないと命がない。生還フラグ。それはマジで命ないわ。戦場の方が生存率高いとは。嫁さんの方が怖い、わら。こんなにたくさんの具材と同時になんて、私。白かった米粉の柔肌は熱を帯び、絡みつく油は彼女をパラパラに仕上げた。直撃の相馬にありそう。ラノベっぽい。ホイホイチャーハン。米粉可愛く思えてくるね。モデルコース、ワンコそば体験。からの焼肉食べ放題コース、移動手段、マイカー、レンタカー、所要時間、約4時間。きつ、わらわら。いやー、わしには無理じゃ。相撲取り及びラグビー選手向け。ギブアップ。お通しです。毎日行きたい。この会社が潰れそうな理由がわかったぜ。オードブル級の量、わら。お通しってなんだっけ？プライバシーとかおはいよ、最近の卒業アルバム。マジでありそうで困るのう。名前、アンノーン。誰だよ。もうアルバムいらないだろこれなら。レベル1000の危険な温泉。謎の小学生探偵が泊まっている温泉。空手の得意な人もいそう。しかも吹雪は豪雨で帰れなくなるからさらにきつい。劇場版だとその温泉爆発。全身黒いタイツの方を見かけたかな。さりげなく部長、ズラがずれてますと伝えてあげてください。ズラ、部長がずれてます。声出して笑った。直球で伝えるよりむごい。なんか、慌てて言い直したみたいになってる、わら。ズラに話しかけるな。明日の天気です。明日の地球の天気は場所によるでしょう。詳しく言ってくれ。ちゃんと教えろ。ところにより雨、または晴れ、もしくは曇りになるでしょう。毎日こう言ってるの想像したらじわってくる。大丈夫よマリオカート得意だから。ぶつかっても平気だし、落ちてもすぐ復活できるわ。降ろしてくれ。嫌な予感が。ショートカットですとか言って民家突っ切りそう。買わないくせに展示品で熟睡する客がいっぱいなので、寝苦しいベッドを開発したニトリ。本末転倒でござる。それでも売れるのかニトリ。絶版性。もうニトリで寝るのはやめます。マウスでクリックしてください。違うよ。マウス物理。マウスっていうよりディスですね。バイトしてるな。この後彼が言い放った衝撃の一言とは。どこやってどこっすか？これは二度見する。きっとあれだよ。後ろに息子乗ってるんだよ。きっとこだわりがあるんでしょうね。俺だったら笑ってしまってボコボコに殴られそう。赤信号が長すぎた。お茶吹き出した。開かずの踏切で熟睡してたやつならいた、わら。超真面目。いくらなんでも長すぎ。小5の息子が書いた、ばあちゃんのハイキックを食らった瞬間のじいちゃん、の躍動感に感動する。小5なのに絵うますぎるでしょ。顔面の左側に思いっきり入ってんな。ばあちゃん凶暴すぎるやろ。ネーミングセンスに感動したわ。広いトイレ付きのマンションと聞いて契約したらまさかのワンルーム。そこは刑務所なのかよ。ゾクッときた。見てから契約しろよ。禁錮15年。経済力たったの5か。よく合コンに顔を出せたな。そんな格好できたお前が言うな、わら。それ以外で勝負するんだよ。本当にそういう子いるからちょっとびっくりします。今だ、一気に貯金を解放しろ。お弁当のハンバーグ落としたら女神が出てきて、金のハンバーグならセブンに売ってっから、と言って沈んでいった。おいこら。やる気ねえな。ハンバーグ返せ。いや、お前食ったろ。あれ？ここに止めてた宇宙船は？切符切られてレッカー移動されたな。盗まれたんじゃない？わら。サイドブレーキ。パーキング軌道を外れたためどっか行きました。水温80度。茹でるか。そう見えてた、わら。ここのスタッフはバカか。イルカ押すなよ、絶対押すなよ。
カップルを成立させることに夢中になりすぎて、自らの婚期を逃した愛のキューピッド。OL みたいだな、わら。なんか、ありがとな。この中肉中背感がいいね。そんな君をずっと見ていた人がきっといるさ。食事の前に全員の箸を舐めていく妖怪。妖怪がおっさんじゃなくてよかった。汚ねえ、わら。ご飯粒ベタベタつかなくていいな。わろたすごい発想。しんのすけの巨人。天才の発想。ほほい、という声が聞こえる。ミサイにげんこつされそう。汚ねえな畜生。自然な笑顔。怖い。左の顔、若干焦ってない？素敵です。ボケが薄れるほどのすごい写真。ご次回までは覚えてる。人にこんなんいたよね。あえてこいつと飲んでみたいわ。まあまあ覚えててくさ。ご次回までは、意識あったのか。夜は幽霊が出る道だと聞いていたけど、すごく人通りが多いので安心して帰る。安心だね白目。うん、だね。こんだけいれば安心だわな。僕が見えるのかい？どんなに吸っても音が出ない。これを見て吹いたわ。めっちゃプロっぽいど素人。顔真っ赤。こいつどうせ吹いても音出ねえだろ。誰もいない教室で隣の席の香里ちゃんの笛を堪能しているが、その笛が実はマイケルのとすり替わっていることを彼はまだ知らない。香里ちゃん気の毒。すべての元凶は俊先生。知らぬが普通。彼と香里ちゃんが入れ替わってることをマイケルはまだ知らない。いちごソースだとは思うけど、さっきからシェフが小指を押さえてる。シェフのけじめソース。随分鮮やかな赤ですね。冷たな。矢のつく人か。目に見える温暖化の影響。なんか深い。ブラジルの人が。地球が泣いている。青い食いもんでうまそうなの初めて見た。なっうち、貧乏でも、ピアノあるって歌やろ。ゴーンしか出ねえ。何弾くんだよ。むしろ高そう。右手は添えるだけ。一日三時間頑張る無課金勢に、二日おき25分しかしない課金者が襲いかかってきた。発想がすごい。24倍の効率。やめろー。課金すると、飽きちゃうよね。前輪、あとは頼んだ。前輪、任せて。カービィのイリアン。止まるんじゃねえぞ。この時、前輪が1位でゴールするとは誰も思っていなかった。ウォシュレットの止め方がわからない。随分とオープンなトイレですね。水溢れてるじゃねえか。さ、ケツで止めることしかできない。さあ、かくうまいスタープを切った。なんかすごい重量ハンデ追ってるやつが。そういうの好きです。モアイネームの15トン。数万年は動かない。街に入ろうと近づくと、突然動き出し襲いかかってくるタイプの石像。メルキドのゴーレム。ゼルダのやつやん。アンチャーテッドやブームレイダーみたい。倒すとお宝が。合わせる顔がない二人。物理。左はなぜ腕までなくしたんだ。そう、そもそも顔がね。クメール遺跡。相手の、UFO、に一人引っかかる。確かに重要なポジションに見えるな。屋内なのにな。引っかかる人少ないやつ。先方が昭和すぎる。いじめられ進学せず舞妓修行で京都に来て3年、いじめっ子が修学旅行で自分と知らず道を訪ねてきたので知人のヤクザの組事務所へ招く。声出したらバレるもんな。こいつがお前をいじめたやつどすえ？発想がおかしい。やっちゃえ、舞妓さん。月面着陸に成功した松岡修造。酸素がないのに、どうやって燃えてる？月は犠牲になったのだ。赤熱してやがる。太陽、俺がもう一人？おかんレベルになるとゴキブリはこう倒せる。やろうと思えば、素手か拳で仕留めますね。ビッグフットアサルト。いやあ。うちのじいちゃんは手で叩き潰すで。レースゲームでバグ発生。立ってるやつはバイクかな。参加人数増やしすぎた。あるある。サバが重くなっていろいろバグったんか。ここにイオンモールを誘致しましょう。私の記憶では、そういう映画じゃなかったはず。わら。ジャスコじゃないの？やめろ。ゴルフ場で見たことある。そんな安いスポンジじゃ汚れは落ちねえよ。変われ。頼もしい。アバターにこういうのあるよね。いつも鍋の焦げ付きでお世話に。カリスマスポンジ。息子は預かったと誘拐犯から画像が届いたがめっちゃ懐いてる。しかも顔丸だし。わあパパ助けてぼう。そっくりやないか。多分本当の父。貨物船。うわぁ、
うまい。踏みすぎ注意。倒れそうで倒れないドッキリのやつ、わら。RLH31、四季島、海上保安庁が運用している大型巡視船。海保の巡視船137隻の中で最大級で、全長150メートル、満載排水量9300トン、2万海里37000キロを無寄港で航行できる最大な航続距離を誇る。また、スーパーひとし君を搭載している唯一の巡視船でもある。どこどこ？普通に探してしまった、わら。没収されるやつ。ひとし君の要素はどこに？戦艦ヴァンガード。1946年に就役したイギリス海軍戦艦。全長 248.3 メートル、満載排水量 52,250 トン。英国海軍最後にして最強の戦艦として建造された新鋭艦だったが、書店と雑貨店を混ぜたような店に改装してしまい、結局一度も実戦で使用されることはなかった。たまには訳のわからんものも売ってるあれですね。ビレバン。ある意味攻めてるよね。後の本店である。みんなルール知らない。しっちゃかめっちゃか。何やってんの？ただのカオス。ハンドハンドハンド。波平の一本を見上げるシラミたち。きったねえな波平。横の森の住民たちが、神木と呼んでいるんだな。スミスリン使いなさいよ。シラミたちはその不毛地帯でどうやって生活してるんだ？幾度も転生を繰り返し、とうとう金持ちの家に生まれた。いい顔だ。リセマラ。習い事やら学校の宿題やらで首が回らないほど忙しくなる。こんなことなら最初の家が良かったパターン。遠い親戚。遠い、物理。色までよく似て。ロマンだな。家具屋おじさん。直接お仕置きに来た。その方が話は早い。月が直接お仕置きよ。無事だかよ。何したんだ。クラス一真面目な田中くんの机の中から出るわ出るわ、亡くなったはずの女子のリコーダーがこんなにも。ま、待て、たかしにはめられたんだ。種類豊富すぎ。統治法がいい。コントラバス。スーと甘い蜜が出てきて美味しい。あれだね。スーと甘い蜜が出る花。食用人類思い出したわ。出川哲朗おるやん。父さん。ちゃうから。ピンチコッコ。センスいいね。なんでこんな姿に。マーチ、早くデロリアンに乗るんじゃ。毒が鶏になっちゃった？退化してて草。原作通りで笑った。と、いや、クック。風邪でしたね。回復すな。よかったんじゃないですかね。徹底的に調べたわけだし。あるある。しっとい、いっぱい摘出しちゃった。ブラックジャック7巻持ってきて。よろしく、の方ですか？このセンス羨ましい。これはうまい。助手、あ、6巻の方が図解入りっすよ。タピオカ製造工場の真実。うすうす感じてた。どう見てもカエルの卵だもんな。うわぁ。で、出ますよ。目的地に到着しました。運転、お疲れ様でした。次の目的地は、警察署と病院です。違う、そうじゃない。ナビ変えた方がいいかも。問い、女の心はなぜ海より深いのですか？男が溺れやすいように。ブクブクブク。うまいこと言ったな。女の心に振り回されて、何回溺死したことか。溺れると知っていても飛び込みたくなるものよ。このパスワードはすでに使われています。どんなパスワードだよ。演習率好きなやつはこんなん使うかもな。ありえなくはないな。この長さが入るのもすげえけどな。神は、以下の4人とする。お前は何者なんだ？あらあげせぬ。とするて、あんたは何者？やはり誰？通気性抜群と書いてあった。む、い、み。通気性良くしてどうする？息苦しいのです。いろんな意味で。誰か教えてやれ。うちのお父さん。ボケてみんなの。え？うちもそうだよ。強く生きろ。仲間ね。代表作品は？それは不憫な。ツーボール。やかましいわわら。ゴールデンボール。デッドボール。審判夜は猛打賞なんだが。このゲームの名前は？定時退社。不可能に近いってことか。造船所の定時がこんな感じわら。残業した人と帰り着く時間は同じであった。一台だけ変な車あるぞ。仕事中にボケてやってたのか。しかもマイページ見たら全部星ゼロじゃないか。上司もシステム理解している。いや叱るのはわかるけど、そんな傷口はエグランでも。
すみません、何かすみません。ボケハラだ。トニー大佐ズラエア、ヘルメットエア、ハンチング棒エアなんか黒いの落とされましたよ。気まずいわ。触りたくないんだな。ズラからのヘルメットからのハンチング棒って。なんか黒いの。震度5弱、大半の人が。明日は休みたいと感じる。棚にある食器類や本が落ちることがある。固定していない家具が移動することがあり、不安定なものは倒れることがある。金曜日に地震あって月曜日普通に仕事あった。金曜日の夜だったらダメージ倍増。会社で片付けするのだるい。明日は休みたい。え？さっきの味方？あ、そうですかそうですかへ。誤射したのかよ。おいこら。やっちゃったな。ライザップやりすぎた。干からびてる。ジャコメッキかな。てててれってててれてれって。わろた。NHK 教育の新番組、お父さんどっか行って。教育とは？パパと結婚するって言ってたくせに。お父さんシーン。お父さんなんで今日家にいるの。わさび、マヨネーズ、海苔、ご飯。今度生まれてくるこの名前候補が絞られてきた。もう間を取ってわさびマヨネーズにしようぜ。うちのおばあちゃん海苔だわ。わさ。砂糖ご飯とかまんまじゃねえかわら。アニメのタイトルから一文字減らして面白くしてください。ちびるこちゃん。マルコが走って帰る。面白くなってるか？ヒーローシー。くさ。ゲームの名前を一文字変えて台無しにしてください。ゼルダの面接。ゼルダの雑説とかなら OK。面接なら星さんやな。目指せ任天堂社員。前は何をなさってましたか姫です。足つった手つった。癒されるな。あらかわいい。かわよ。なんつってな。ここは私有じゃねえか。なんでもいいから早く着ろ。え？服着てから揉めて。服脱ぐ前に気づけ。Google さんピン打つの強すぎですよ。バンカーバスターかな？ピン打ちバイトがクビになったから人工衛星から打ち込んでます。目的地付近です。どこに行きたかったのかな？おじいちゃんに GPS つけてみた。徘徊しすぎやろ。守りたくなる不思議。徘徊おう。じいちゃん Z 戦しか何かか？急にごめんね、明日6時に早出してくれないかな？人に物を頼むときはお願いしますだろ。本当にすいません、間違えました。6時ですね、わかりました。もう明日から来なくていいよお前。お前は間違ってない。味方だよ。まあ上司には言わないでね。断ってクビになるならそんな会社こっちから願い下げやんな。元ネタに負けてる。彼氏がやったあれアポケモン見つけたーと叫びながら車に轢かれた。遺言それか。呆れ顔。そしてこの顔である。100年の恋も冷めた瞬間。1% でいい？昨日の。カルピスを気持ち濃くしてケロ。ケロ。してケロ。ケロはな。1% でも変わる。星つかず受けも狙えず落ち着かず。なんとなく落ち着かない。そわそわ。落ち着いたじゃん。心の俳句。レベル1の銀行強盗にありがちなこと。番号札を取る。番号呼ばれるまで待ってますね。ご丁寧。そしてソファーに座る。かわいいな。あだ名。ねずこ。ねずこ。めちゃくそ笑った。最初見た時の子に見えた。オークション男よりマシだな。ハッピーエンドに、幽霊に取り憑かれたけど。初めて友達ができた。泣けるな。よかったね。ハッピーエンド。よかったな。6の発音が微妙な度に振り向いてくる。こういうのいたわ。若くて可愛い先生なんやな。中学生か。下心がわら。どうでもいい武勇伝を語ってください。数年間365日ボケ続けるのを途切らせたことがない。めっちゃすごくない？表彰状。他にやることないもんね。同感。奇遇ですね。私もですわら。お前が言ってた佐々木のぞみ2の彼女が来たぞ。なんでや、目の数とかそっくりやろ。痩せたら綺麗だと思う、多分。性別が似てるんだよ。可愛いじゃん。人生とは牛乳のようなものである。世間に絞り出され、寒暖の差を経験し、最後には骨になる。最後カルシウムで草。いや深いな。合ってるが、言い方。牛乳うまい。これはまずいだろ。チーズ味。お脂肪。買っちゃいな。まずいですよ。友達の親の年収を聞いて、悪意に満ちた笑いが止まらない足玉な。この子が一番年収高いんじゃ。
芦田愛菜最近可愛くなったよな。うしひし。あの頃は可愛かったのにな。それらしい格好してたら主治医になってた。オルガマリー所長かな。部長の白衣勝手に着たらダメだよ。これは手術ですね。患者どうか助けてください。頭に弾が直撃してから様子がおかしい。一瞬、森泉に見えた。楽しそうで何より。どっちが味方のゴールかしら。負けてこの顔されたら殴りたくなるな。ま、四角。こんなボケは三角。どんな話なんだ。あ、そういうこと。確かに四角だ。それでも日本人は、綾鷹を選んだ。加藤綾鷹。選ばれたのは綾鷹でした。わいが選んだのはナムチャでした。そんな。日本一。にはほど遠いラーメン屋発見。彦優か？聞くぞーラーメンかな？怖いもの見たさ。行ってみたい。検討し騎士だ。検討に検討を重ね、いかなる選択肢も排除せずついに決断。一体何を決断した？検討すること。無限ループ。結局検討かいわら。今は辞任のタイミングを検討中。次は検討することの検討することを検討すると思う。それでも敵は抜けません。刺さってるのか。抜けない方が平和では。うんとこしょどっこいしょ。抜くな。トイレから聞こえてきたら嫌な音。ブリブリ、プー、ビチャビチャ、ごっくん。つうか、吐いたままトイレに座ってるこの女もおかしくね。昔ながらの健康法知ってる。まあそうだけどさ、汚いな。トイレに神様がおるって一発屋のばあちゃんが言ってたぜ。賞金1000万円をかけ短命の最終問題が視力検査。せめて4択であってほしい。カンニングしないように観客を背にしているのか。テレフォン使ったけど、4択のままだった。残念。し。懐かしい二人組といえば？アダムとイブ。バリ夏やん。しそでしょうが。どこのドイツじゃ。懐かしいとかの次元じゃなくて草。ことわざを少しいじって理不尽にしてください。石橋に落とされる。田舎者みたいに思われちゃうから。石橋いいから渡れよ。石橋に叩かれて渡る。気なし。パチモンアニメ珍肉マンに登場する超人とは？ヤリーマン。これは R18 だよね。殺人どころか新しく生まれるわ。48手の殺人技。とある超人の呼吸音後方、後方。奥さん、一雨来そうですぞ。なんて姿勢いいんだ。二足歩行当たり前感。テラギリシー。絶対言ってる。手短に矛盾してください。すいません、すいます。そより頭やん。すみません、すみます。ならよかったな。すみません、やろ。うまい。ボケて10年戦士と若手の違い。ベテランは初動の数分でこれ以上伸びないことを確信する。俺レベルになると星1万ついたあたりでこれ伸びるなって確信。俺くらいになると朝起きて顔を洗う前に確信するね。俺くらいになるとボケ手を開く前に確信するね。私くらいになると、投稿する前に確信するよ。試食でめっちゃ辛かったけど買う。怖くていけねえよ。癖になっとる。ボルマートはこんなやつばかり。いい買い物したな。税金無駄遣いだから早くやめてほしい。給料返せ。そうだそうだ。ボケてやぞ。ボケんかい。その通りやけどな。国会議員の数減らしてほしいですね。おけがわの二の舞しかしない気象県警の方が税金の無駄度数。最低賃金と最低 HP 賃の違いとは？もっと出してと言っても出してくれないか、出さないでと言っても出してくるか。最低かける最低イコール最低。日本賃金もっと欲しいのを。何を言ってるんだ。本当に最低で草。大人向けの昔話のタイトル、レイウラスジ太郎。カチカチやな。微妙にどっちのセリフかわからん。カチカチやな。ゾックゾックするやろ。正直キネで叩かれてもびくともしない自信がある。どの立場の人の発言やねん。大掃除の時に捨てとくべきもの第1位は？冷蔵庫にまだある昭和63年4月が賞味期限のエバラ焼肉のタレ。国宝やな。あれから35年。継ぎ足し継ぎ足し代々守ってきました。エバラ焼肉のタレなのがリアル。怪しいものではないと説明できる自信があります。そういうことだったのか。頑張れよ。どこから見ても怪しい。怪しすぎる。海外に行けば、全員ノーマスク、日本にいると、全員マスク。
なんでやねん。何基準？海外ではゴミ拾い。国内では花見花火で散らかし放題。マスクは国関係なくつけるべきだろ。うち弁慶やな。国外でいい人ぶるの大好きだからな。客よりはマシ。トムとジェリーに似た言葉。ゴムとジェリー。確かに仲いいよな。仲良くピーしな。昔そんなタイトルのビデオがあったな。山田くんボケ主さんに星3つ差し上げて。遠抜くと面白くなりそうな言葉。うきょうっきょきょかきょく。何決めやがった。角丸先生。これは秀逸。これはこれでむずい。おもらしをかっこよく言い換えると。あたしの情。いつから情だけで終わると錯覚していた？福べし福べし。あたしのために福べし。なんかうまいな。ヒーローその子を話すんだ。怪獣貴様何者だ、ヒーロー。簡単に名乗る新次郎ではない。怪獣さてはお前、小泉新次郎だな。怪獣の名推理。懸命に国民を守る政治家の鏡。ボケ世界のヒーロー、そしてレジェンドへ。王道だね。服を全く洗わないホワイト、二日酔いのレッド。ネズミに耳をかじられたイエロー。耳あったんかい。チューリップと一緒だな。泣きすぎて声も変わってそう。サンバルエモン。明日九州地方が滅亡します。福岡県民山口県に逃げる。佐賀県民吉野ヶ里遺跡を守る。長崎県民ハウステンボスで遊ぶ。大分県民別府温泉に行く。熊本県民くまモンに助けを求める。宮崎県民東国原秀夫に助けを求める。鹿児島県民西郷隆盛に祈る。沖縄県民なん来るないさ。沖縄県民最強説浮上。東国原じゃ土下もならん。どうも。翌日にはしなやな。やっと校長の話が終わったのに、二人目の校長が出てきた。そりゃこうなるよな。校長先生のバナナはおやつに入りますか？校長先生、貴重なお話ありがとうございました。では続いて副校長先生。話が終わると同時に新しい校長に変わったんだな。俺は東京生まれ。世田谷育ち悪そうな奴は大体グルコサミンを勧めてます。めっちゃいいやつ。膝が悪そうな奴。あの会社の関係者かな。ぐる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 グルコサミン。お前、ブス、原点。後のオリンピック判定員になりました。芸術点。昭和ルデブスじゃなきゃ OK。 解任させられるパターン。水泳の授業を男女ともに裸で行うとどうなる？背泳ぎがサメみたいになる。ガキが伸ばしながら背泳ぎしている絵図想像したら増えたわ。地獄絵図。よく思いつくわ。二つの小島と亀が顔出すだけやぞ。首吊りの処理で警察が住民の不安を解くためにジョークを言ってきた。一体どんなジョーク？いやー、仏さんも発見されるのを首を長くしてお待ちだったようですね。最高。この警官首だな。怖いよ。物理的すぎる。あの金がどれかわからない。奥の白いの和田アキ子でしたか。橋のを揺らして連鎖させてやろう。全部鳴らしちゃえ。アキ子あの金を鳴らしなさい。さっ早く、この中に隠れて。それよりも逃走用の車団地用意してるけどどうかな。もっとマシな隠れ場探してわら。ふっ、助かったよ。くくり勇者に行け。ワンピースやないかい。動物病院の脳外科で仲良くなった。こないだ病院に行ったら、本当にこんなのいた。人間だけどな。2匹とも寝てるわら。猫の不思議。まあライン感じゃ年間4、5匹かな。住んだら少し冷たい。にゃんにゃんだけに。もふもふの後。あるあるすぎて辛い。もふりたい。まさか、このためだけに連れてこられたのか？登場人物全員猫バージョンみたい。狼に拾われたら変な格好させられたにゃ。もろお前になんが救えるか。これは笑った。晩飯後の親父。この椅子持ってるぞ、小さい頃使ってたぞ。俺じゃねえか。ふん、食った食った。行儀悪。足高グモ、足高グモ科の節足動物。見た目はグロテスクだが、ゴキブリを主食とし、ゴキブリのいる人家に住み着いてゴキブリを全滅させてくれる。また、ハエや小型のネズミも食べる。ただ、お前に3は救えない。黙れこそ。急にモロが出てきた。それ明日かだぞ。突然の三輪明宏。はっ、寝てもうてた。どこやここどこや。山崎法政で脳内再生。こんにちは山崎法政。
ゲームをしよう。これは言ってるわ。ほんまに笑える。サザエ競争本山。エンディングのあれか。まさかのアニミズム。シンセはみんなサザエ競争と同じ髪型に。この階段を駆け込むのはきついな。妻に大目玉を食らわされまして。浮気がバレまして。何その罰ゲーム。うまい。残しても大目玉。高校3年間玉拾いの集大成。すげえ。試合には出られなくても、青春だよ。玉拾いもここまで極めるとかに。これ、ガチだよね。うに。また偽装かと思ったら、シェフがリアルにガチで無知だったけん。これエビじゃねえか。いやこれサンマだし。ウニでもタコでもねえよ。あれこれ本当になんだっけサクラン。これから息子をいじめた奴の家に蜂を放したいと思います。蜜蜂にしとけよ。オオスズメバチは。想像したら最悪。いいね。いい笑顔。床があったかいご主人様。床があったかいですぞ。喜んでいただけて。すごいだろ床暖房って言うんだぞ。猫の口が。かわいいかよ。奥さんここは私が払いますから何言ってるの奥さんここは私が。奥様たちに至っては真剣そのもの。そしてプロレス勃発。どっちでもいいがな。じゃあ俺が払うよ。アンパンマン最終回でついに本気を出したホラーマン。ゲームで例えると、アンダーテイルのサンズ。レアド星8個。ホラーマンかっこいい。これはアンパンチでは勝てない。ねねあれ見て、すべてを焼き尽くす。わわ、みんな仲良く、お腹減った。あ、テントウムシ。一人だけ中二病が。思考が違いすぎてスコ。テントウムシ見つけたこの視力すさまじい。すべてを焼き尽くす子大好き。趣味の数だけ、妻との溝が広がる。妻と一緒にやれる趣味見つけようず。切実すぎる。また変なのかって、みたいな。夫のロマンは妻の不満。嫌いな奴を封印することもできる。そう、iPhone ならね。だからみんな iPhone にするのか？スターウォーズ見てないからわからん。封印した奴が何人かいる。ちょっとこのケース買ってくる。せっかく乗せたのに強制的に下ろしてくる。ナイスリバウンド。じわじわ来る。後ろのおっさん驚いとる。マツコ何やってんだよ。全然勉強してないよ。テスト中に寝落ちしてそう。この顔はいい点取れない。全然寝てないよの間違いでくさ。画像見た瞬間ビクってなったやないかい。クリリンの紀元山をもろに食らった人。生きてるのか？紀元山食らってこの余裕。ふっ残念だな。本体はそこではない。そういえば紀元山ってまともに食らった描写ないよね。こんにちは NHK です。受信料も払わずにどこに行かれるんですか？こんなとこで。声一生ついてくるやん。逃げ切れると思うな。ストーカー規制法違反。葉っぱを決めた運転手さん。あっぷねー。素通り上等。居眠りより立ち悪いな、わら。ブワーン。実写版アンパンマンでカバオくんと鬼ごっこするおむすびマン。体張りすぎててくさ。ガチの危ないやつ。カバオめっちゃ強い。だから実写化はやめろと。目を細めてものすごく目を凝らしてみると、シャーペンの先かと思った。遠に見える。確かにそう見える。周りの景色が真っ黒になるのがすごい。クルトガっぽい。滑りたい。博多弁かと思ってしまった。切実。こんなん実在するんやろか？わら。滑れない話。朝、起きたら大桑方集まってるといいですね。夏休みの思い出やね。ガとかも集まってくるぞ。頭に蜂蜜を塗って一晩街灯の下で過ごす。しかし来るのはカナブンと蜂ばかり。会社のマスコット、シャチくん。本当はシャチくん。わろた。目が笑ってない。やめろ。やめろ。シャチくんの悲痛の叫び。思ったよりプールが浅かった。もはやプールじゃねえ。足湯にもほど遠いよ。ギャグマンガビオリアン。水たまりじゃねえか。どうせ俺が光っても進むんやろ？と自分の存在意義に疑問を持つ大阪の黄色信号。大阪ってとこがミソ。田舎やったら信号は意味をなさないからな。赤は止まるが黄色は進む。名古屋の赤信号、あんたもかお互い辛いな。ドラクエで全員舞妓に転職してみた。ザッザッザ。ダーマで水揚げ。お前に京都の半分をやろう。ドスクエドスエ。100均コーナーで山積みになっていたキャラクターメモ帳。実物サイズ。ビレッジヴァンガードとかにも売ってそう。おでこぐらいしか書くとこないぞ。
ソリティアの新しいクリア画面かと思った。トッポの端っこまでチョコたっぷり入れる職人。日によって味が違う、稀に固形物が混ざる。おっさんの口移しだったのか。切ったねえ。何のためのマイク？週刊新幹線を作る創刊号はブレーキディスクがついて980円。自業から50万くらいしそう。お買い得すぎる。完成までどれだけのパーツが必要なんだ。ブレーキディスク安す。どこでも寝れることが自慢の次郎が本当にすごい。寝相が国宝級。伸びたより寝る速度速そう。脚立の上で作業しながら寝る奴が仕事仲間にいる。問題は 100% 寝違えること。学年一のモテ男、影山の兼業の提出の仕方が神がかってる。あと、あいつ何か病気だ、あの色。バッチリな、わら。オレンジの皮とか添えんな。早く病院行け。ドヤ顔で血尿て。テレビ東北で始まった推理ドラマ、謎解きは飯のアド、の決めセリフ、いっぱい食はされっとごだった。犯人はおめさんだべ？がダサい。何言ってるのかよくわかんねえ。いやむしろかっこいいよ。いっぱいより、いっぺごとのがいいかな。おめさんだべ？よりおめだべ？の方がいいな。やめろ、コナン寝る、寝るからもうやめろ、コナン。声出して笑ったわ、わら。先端恐怖症の俺には地獄のような画像。秘密も減ったくれもないな。なんで倒れないの？昼寝してる間に成長してた。まだ半分寝てる顔。猫、足痛え。だけかよ。かわいい。ごめんなな。大根芝居すな。シャキッとしないな。葉っぱのしおれ具合がいい味。よ、大根役者。ねえ、もうゲムシル攻撃はやめよう。お互いにな。なんでこうなった。言ってるさなか腕でもがれそうなってる、わら。これぞまさに不毛な争い。ね、みんな困った時しかお祈りに来ない。そんな奴が神妙な顔して頼みに来た時、君なら叶えてあげるかい？思い知らせてやるよね。神様の心の狭さに親近感。これが愛情というものですね、震え声。ごもっともですすみません。思い知らせてやるよね、わら。居酒屋トリッピーの看板メニュー。うまそうじゃん。焼き鳥とホッピーでトリッピーだね。食べログで検索しなきゃ。遠慮します、わら。アッコさんが納豆を混ぜ始めた。アッコさん、朝までお願いします。おかげで供給口になりました。始まってしまったのか。やばいぞ、ご飯かける瞬間とか。ハワイからの水切りがここまで来た。何日かかってんだ、わら。すげえし、かなりカーブしてやがる。 U ターンしとる。ギネスや。この後、総理が覚えた手品があります。政府発表。いらんわ。施設の慰労会みたいなノリやめー。楽しい国。政府発表ですることじゃない。食べ忘れてた弁当を1年ぶりに開いたらすごいことになってた。うっわー、匂いすごそう。1年でこれですか。ナウシカの腐海みたい。新作ピザの人気がいまいち。ピクルス多め、ハバネロ多め、その他少なめ。色合いがなんか、ね。月の裏側かな。集合体恐怖症にはきつい。校内マラソン大会から行方不明になっていたたかしくんが、3日後ようやくゴールに戻ってきた。どこ回ってたんだよ、わら。めっちゃ頑張って走ってる。異次元にいたとか。これ私の学校だー。観客席で泣き止まない子供の母親に、子供の抱き方を猛アピールするママさんテニスプレイヤー。違うわよ、抱き方はこうするのよ、こう。違うの、揺らすリズムをもっとゆったりと。テニスプレイヤーである前に一人のままやったんやね。伝わるか。三匹の子豚に登場する木の家が、なんかイメージ違う。もはや一級建築士。魔女の家やん。狼、ゲセヌ。三匹ともここに暮らそう。空飛ぶ乗り物じゃないといけないドラクエの塔。ドラクエ5とかね。FF なら飛空艇とかね。やっとここまで来たな感。あれどうやって暮らしてんだろうな。ご時令分0秒01。4時59分20秒くらいから PC の電源を落とすタイプ。見計らいすぎ。遅いな。これじゃ上司に呼び止められちまうぜ。上司、ちょっといいかい？医者風邪ですかね。どう見ても風邪ではない。どこ見ていった？シンプルですき。あなたの風邪はどこから？私は骨から。あ、俺。
ちなみにだけどお前に借りてた車っていくらくらいすんの？いやいや、ちなみに。ローン組んでるの？いや、ちなみにだけど。保険とか、いや、ちなみになんだけどね。ガチで俺はこうなる。カフェオレに使ってるように見えた。ゲームのやりすぎで母親に取り上げられ、タンスの中から始まり最終的に岐阜の山中に隠された。そこまでするんだったら捨てろ。家庭に何があったんだ。このゲーム探すまでの道のりがゲームっぽそう。そして少年は広島から岐阜へゲームボーイを探す旅に出た。帰宅部全国大会優勝の A 君とその仲間たち。写真に写り込んではまだまだだな。全国レベルだとソニックブームが発生する。この疾走感がじわじわくる。帰宅部全国大会ってなんやねん。散歩に連れてけって父がうるさい。うちの日常、だった。父の性癖のレベル高いな。ド M ですか？ちゃんと散歩連れて行かないと虐待になるんだってよ。もしもし保険屋さんですか？え、この状態からでも。保険に入りたいんですが。時すでに遅し。保険屋、無理です。中年金明けで聞かされる女の子のオチのない話。山なし、オチなし、意味なしの話よね。話聞かせてくる女の子がいるだけマシ。とりあえず、うんうんってうなずいとけ。女の子だけが盛り上がるパターンだな。ゆきち、お前何があったんだ。まだあるだけやん。バラバラだ。これはこれでゆきちを超えているような。両替機と間違えてコイン交換機に。わらしべ長者的に途中まではベンツまで手に入れたが最終的にはこうなった。この画像でわらしべ長者ってすごいな。あらー、吸っちゃったか。ベンツまで来てさらに欲を出した結果。1億円の巻き貝。エビです。今日は東京の白米くんの家に遊びに来てます。味付け海苔なんか巻いちゃってすっかり都会っ子です。口調がいい。向かれてるやないか。日常の予告みたい、わら。エビくん、逃げた方がええで。お子様ランチ職人の朝は早い。声に出して笑った。これしかない、ボケ。しっくりくる。お子様ランチ食べたくなってきた、わら。日本で散々キモいキモい言われ現実逃避で海外まで来た宿泊先のホテルがこれ。クソワロタ。料理のメインディッシュがキモ。心の最後の柱のへし折れる音が聞こえた。どんまい。ハエに気に入られたっぽい。この状況で、一人で暴れたことある。なぜか真ん中が一番和む。ハエが可愛く見える。でもそれって臭いってことじゃ。手を振ったが知らない人だったのでごまかす。2番目とかごまかせてない、わら。服も着替えるという徹底ぶり。振り返り方がツボ。後の動作の方がはずいわ。膝かっくん3秒前。やめなさい。こらこら。膝かっくんした方もダメージ食らうよね。俺これで後ろに倒れて頭強打したわ。人生意味なこの赤いはしごに気づかず、迷路に迷い込んでいく。働いたら負け。外回ったら一番勝ち。中の方が面白いんだよな。まあ、人生って壮大な遠回りだよね。緊急事態宣言解除。この飛行機の数が緊急事態で草。所詮この世はアホばっか。これまた豪快にウイルスを撒き散らしてるな。紅の豚かな。ベランダでもタバコ吸ったら嫁に文句言われて。オタクもですか、もう翼の先でしか吸えないですよね。あれタバコの煙だったんかい。すげえ、わら。何本まとめて吸っとるんや。いや我慢しろよ。ブドウを極めると言って消息たって5年。兄から年賀状が来た。だ、確かに彼の DNA が宿ってます。ブドウって極められるのですね。しかもたった5年で。兄、見つけられないと思うが頑張って探してほしい。アッポーアッポーハハハハハ。勢いで笑わせるタイプ。こういうのに弱いんだよな。なんか、やられたわ。人生楽しそうだからええやん、わら。パラパラのプロ。大輔。これは神風のイントロだな。ナイトオブファイヤー。クソナッツイ。やはり原因は髪の毛の詰まりでした。ありがとうクラシアン。うちにも来てほしい。かわいい。つまり、どういうこと？誰が何と言おうとねえ、僕は入りますよ、酢豚に。来るなパイナポー。豚、うせな。もう断れねえ。私は好きですよ、そういうあなたが。知恵の輪が解けない父親がやけになった。あれとんな。大人げない。そっちこそ知恵使ったな。もっとこう、あるだろう。C
白い部分しか踏めないルールで学校から帰ってたら、すごいところまで来た。随分な寄り道だな。あるある。どこまで来た？お母さんに叱られるぞ。好きな男の子が貧血気味だという噂を聞いたので、鉄分が豊富なバームクーヘンを作ってあげる。豊富というかむしろそのもの。お前んちの台所って、火力強いな。君の優しさで僕は溶けちゃいそうだよ。鉄分じゃなくて鉄や。鍵を持った奴が帰ってきた。同時に遅いって言ってそう。片足だけ靴が違う奴いるけど。みんなプンプンだぞ。悪い悪い。ヘリの鍵持ってっちゃったよ。よく見たら矛盾している商品名を教えてください。靴下。確かに。マジか。靴下なのに靴の中に履いてたわ。上が外側、下は内側だから、靴の内側に履くものってことでおかしくないの。靴中。やっぱり袋もください。やっぱりの破壊力好き。なんか可愛いな。頑張って頬袋に入れるんだ。なんか勝てた。好き。困るしょっか。かといって役職が上がるわけではない。めっちゃびっくりしとる。走れメロスの類義語。止まれプリウス。代義語じゃなくて？ポリスは激怒した。やめろプリヌンテウス。本屋の棚にありそう。勝手に名前をボブだと決めつけられることに憤りを感じているボブ。性格から血液型決めつけるやつと似た感じがする。ボブはいぶかしんだ。図星って頭にくるよね。ボブっぽいよね、ボブって。血の滲むような努力、できるかな。少子高齢化もここまで来たか。けじめの一歩。な3歳に、何を求めてるんだろう。腰が引けるな。の、ぞみ。表紙から騙してくるスタイル。こだまって書いてあるやんけ。うっかりさんだな。あ、ツバメだ。題名。自習。どんだけ勉強嫌いなんや。ギリ下着は着ている。まさに俺とクラスメイト。いや、服は着ろや。ソプラの歌手来日。めっちゃ高い声でそう。わかるわかる。いい声で泣き上がる。見た目で声が想像できる。やばい、あれ。脱皮中だよ。自然と遊ぼ懐かしいな。脱皮レベル999。貴重な映像。もうそんな時期か。うちの子。札束を見せると、すごく喜ぶんです。将来有望やな。スマホ決済世代はどうなるんだろう？早すぎる。帯付きで300万以上ね。ジブリ映画のタイトルに2文字だけ、余計なことを加えてください。ハウルの鐘で動くしろ。ジブリのタイトルいじりでハウルは鉄板。こんなジブリは嫌だ。急にうさんくさくなった。感じ悪いしろだな。先日助けていただいた猫です。もう一度助けろにゃ。助けます。報酬はお腹を吸わせてください。すごい上から目線。ケロにゃ。我々は誇り高き戦士。異国の祖藩など受け付けるわけが何これうっまく聡明。明日から狐狩りやな。もう狩りなんてやめた。まずい、もう一杯。美味しいでしょ。一か八か機長の代わりに不調に操縦してもらったがダメだった。一か八かじゃねえ。不調。後からじわる。一か八かが過ぎるやろ。あ。あいつとはもう飲まん。リオンとはもう飲まん。エビゾウだろ。知らんか。どうせ明日にはまた飲んでる。昔話を一瞬で終わらせてください。メロスは捻挫した。走れんメロス。走れや。セリヌンテウスメロスは来る必ずな。おい、張ってでも戻れ。スケ。何か強い意志を感じる。不覚にも笑った。これ系好きです。騎士大スケ。男。ノリノリマサノリ、窓叩く。うるせえよ、パシ。ここ最近のボケで一度面白い。こんにちは。めっちゃ笑った。猫バスは猫モノレールに進化したのにゃ。かわいい、乗れんわ。自由度低くて草。モノレールは、ぶら下がるものじゃないの。そうか、うち来る？飯はこれか？こっは。ゆで卵か？いやまだ離乳食じゃないと。限界状態。乳首かゆいけど届かん。見てるだけでかゆい。乳首。クリリン的な。爬虫類にあるわけねえだろ。歴史上の英雄の名を一文字変えて弱くしてください。敏感。敏感選手権。いそうなのが怖い。
例が面白いんですが。感度エグそうで草。SDGs について、知ったかぶった発言をしてください。ああ、あれ小さいのに保存容量すごいよね。それ SD カードや。コスパは良いんだけどね。俺の車にもついてるよ。今でもうちの冷蔵庫の下にいるよ。そうだ。息子の授業参観に行こう。やめておいてあげてほしい。やめてやれ。来ないでくれ。そうだじゃねえよ。漢字4文字で不快な気分にさせてください。岸田内閣。不快になった。子育て世代を応援します。増税だ。これはガチ。これを見て不快にならないものはいないな。年金システム。社会保障システム。わろた。3だから13なのか。なんとかしてくれ。水かけ論。かけすぎて浸ってるやないかい。法律のギリギリ。いい大人が何してんだ。写真がおもろい。俺に構わず、先に行け。ちょっと変われ。いや、お前もいろ。変わりたい。ゾンビ映画の見で遅れた人だこれ。いや、ぜひ私もそこに。コリア。宝がナイジェリア。何本とか。疑うくらいなら、コロシアはなくてもいいんじゃないか。そんなバカなだ。そんなバハマ。へ、マイカ。天才。吉田沙織のグーと戦った後。よかった致命傷で。戦っただけですごいわ。よく耐えた。命があっただけでよかったな。有名作品のタイトルの数字にプラス10して、面白くしてください。ゴルゴ兄さん。なるほど、ゴルゴ兄さんか。わかりにくいわ。なぞなぞやんけ。兄さん。校長室の奥にある秘密の部屋を発見した。ワイの部屋やんけ。自宅でやれ。俺の校長がこんなに可愛いわけがない。歴代校長の絵。滞在レベルの嘘。カップ焼きそばは、お湯捨てる前にソース入れないと味が染み込まないよ。滞在認定。それな。薄味で意外とうまい。特に血圧高い人にはおすすめ。アンパンマンの新オープニング曲が超怖い。アンパンの泣く頃に。マキシマムザホルモンが歌うのかな。アンパン生活3週間目。子供向けじゃない、わら。いらっしゃいませ、食券買ってください。どれにしようかな。腹減ったしカツカレーもいいけど重いか。あ、財布忘れた。流れと勢いがいいね。どっからそんな発想ができるのか。言ってるわ。晩ご飯にありつけないよ。ネイル塗りたてで背中かけない。苦しそう。すごいもがき苦しんでいる。壁使えよ。すんごい筋肉質。どんだけペース上げてもメイドがついてくる。ご主人様あ。フローレンシアの要件か。ちゃんと参加してる。すべての不義に鉄杖を。給水所で美女が口移しで飲ませてくれた余韻が忘れられない。むしろ忘れてはならない。発想力に脱帽。どんな大会だよ。ちょっとマラソンに参加してくる。プールソムリエ。ただの変態で草。いい演奏だね。おしっこしたやつ今日は6人か。妄想としか見えない。謝ったけどずっとぶつかった指を押さえながらこっちを見てくる。謝ったの聞こえてなかったんだろ。もう観音してくださいよ。一度だけだったか。完全にギャグ漫画日和。尿意がもう限界の時。わかる。尿意を忘れたいので腕をクロスすることに集中。使わせてもらおうか、わら。足はわかるが手はなんだよ。チョココロネの中身を出すぞーと魚を股に挟みニョルニョルするぞー。何を思ってこんなものを。チョココロネの中身を出すって高度すぎんだろ。じわじわくる。なんか手前のやつ足おかしくないっすか。立たなくて大丈夫、私バイトだから。 CEO 風。紛らわしいわ。いろんなバイト先で言い慣れてる感じ。何その貫禄。そんなことより右の浮いている人が怖い。審判遠くね。どう見ても小太りの人に見えるんだが。ここどうなってんの。結局審判は何者なのか。自転車世界一周の旅、1日目、盗難。かわいそす。初日で破綻しとる。先は長い。音楽っていいよね。僕も音楽好きなんだ。君の悲鳴で奏でる音色はどんな音かな。テイルセリフで始まるタイプの敵。わら顔がまたサイコ感出てる。全体攻撃してくる面倒な敵の予感。キルバーン。遊戯王の音楽家の帝王を思い出したわ。
カサ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 。きっしょ。これスーパー頭突きじゃね。エドモンとホンダにしか見えん。ゴキブリ。ふざけてたら関係ない女子にぶつかって一気に冷める。ちょっと男子、謝りなよ。教室でふざけないでよ男子。男子校だから別の男にしかぶつからない。どんな女子だよ。仏の顔も三度まで言うやん。お前ら二人で二回ずつやん。四回やん。ブチ切れですわ。うわぁ、完璧おこですやん。帰り地。三度までっていうのは三度目でアウトなんだぜ。後ろ怯えてる。うむ、ポケットにティッシュを入れたまま洗濯したものを即刻処して候。笑た。あるあるすぎて。ティッシュまといすぎて吐きみたいになってる。なんで顔までついてんだ。英語の授業中、ロングロングアゴーにいちいち反応。知り合いにめっちゃ似てる。大体周りの男子の反応の方が鋭い。タンポポのエピソードやん、わら。クラスメイトのあだ名がこれ。このように滋賀県民は琵琶湖から生まれます。俺は大阪湾から生まれたのかな。となると、俺は諏訪湖から生まれたのか。滋賀県民だけどお昼のカレー増えた。こらこら。いじりづらい都道府県ランキング。群馬県高見の見物。愛媛とかマジでなんもなくていじれない？いじっていいぞ。確かに。マッチ売りの少女、実演販売。なんという台風性だ。大道芸でも食ってける。これは欲しくなるやつだ。一箱くれ。ここの状況から、入れる保険ありますか？今なら持病があっても入れる昇進型保険。うん。でも火をつける前に聞こう。逆に聞くという新しいパターン。わら。さすがに無理だわ。川の底にあった石鹸粉だ。これなんて芸術作品。見ろよこいつ、綺麗な放物線を描いてやがる。躍動感。俺も昔あったわ。あなたが落としたのは、あなたが落としたのは、この金の斧ですか、この金の斧ですか、金の斧、金の斧。金の斧、わら。どの世界でも新人研修は大変だな。研修システムあるのか。リピートアフターミー。格安プランにしたら新婦がちょいちょいおはようからお休みまで暮らしを見つめるライオンと宣伝を挟んでくる。それで安くなるなら申し込もうかな。ちょいちょいのタイミングが気になる。提供してもらってんの。巧妙なステマ。主は言いました。はい、もう一回溺れてみよう。おに人再生と嫌がらせ。インストラクターかよ。頑張れ、わらわらわら。バンドウェイジのスタンド。無駄にかっこいい。スタンド名、ボイルドグランドさん。ゆで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 。最近の子だとバンドウェイジのことを知らなそう。は？これはくさふかし。言ってる。うぜえ。これちょっと欲しい、わら。NHK です。鍵かけても無駄ですよ。思いっきりドア開いたれ。そこまでするとはもはや犯罪だな。腕抜けなくなるやつ。逮捕しよう。お前、昔から箱とかすぐ開けるタイプだもんな。玉手箱か。何のことだかわからなかった俺って。意外と広い浦島さんの交友関係。仲やないか。松岡修造が宇宙旅行に行った翌日。そして世界は雪と氷に包まれた。これで夏なんだぜ。修造恐るべし。地球のコアです。コールドゲーム。なんやこの地獄は。これってどこの何の試合なんやろう。帰りの車が天国のやつ。競技がなんであれ、これで試合できてることに驚き。ふざけてたら先生が来たことに気づいた3人。教えてやれよ。わろた。置いてかれてる。わかるよ、そういう時あるよね。すごい、どうでもいいタイミングで初めて息子が立ち上がった。下ネタと赤ちゃんで少し迷った。誰も気づいてない。ちょ、二人とも後ろ後ろ。そしてこのドヤ顔である。できればこう、でもこれでもいいんじゃ。何がだよ。なんかわからんけど笑った。ゆっくりゆっくり壺に入ってくる。ボディビルだろ。私が、プリキュア？こいつ以外のメンバーが気になる、わら。キュアマウンテン頑張れ。マツコの声で再生された。ない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 。いないいない。いる。なぜかザキヤマさんの声でリピートが。どん虫オツ。破壊力半端じゃない。こいつ何しに来たんや。せっかくほどけたイヤホンコードを結ぶ会、発会式。さあ、結んじゃおうね。シュールなボケ、わら。こいつらのせいかよ。なぜ勝手に結び目ができるんだろうか。
宇宙人なんていません、そんなのガセですと言っているが、彼の肩をトントンしているのが明らかに人間の手ではない。トントンされてんだこれ。ヒモ星人。で触手やったんか。まあいないことは証明できんわな。絶望に打ちひしがれてるところすみません。あそこにパン屋あるでしょ。昔元冬木がロケで来たことあるらしいですよ。なんとも言えねえ。だからなんだよ。元冬木でしかもロケ行ってみます。監督が小さい。ちょっと探しちゃった。ピッチには出ちゃいけない。踏んじゃいそうだね。どんだけ小さいん。二手目で二時間も悩んでるけど、そろそろ殴っていい？大会スタッフ仕事しろ。いいと思うぞ。よく我慢した。何重発でもどうぞ。ペン回しをしていたら、ペンが上司の方に飛んでいった。終わったな。終わった。上司が飛んできたペンでそのままペン回しを続行。ご愁傷様です。歩けやー。これどういう状況なんや。わろた。横から大波がーって言ってひっくり返す。現代日本の社会の縮図ですね。川が人間の捨てたゴミで汚くなってきているので自分で何とかすることにした。ありがとう。トムとジェリーのビーバー思い出した。ハッとさせられる。手伝うことあれば言ってねー。群馬にビリヤードが伝わる。伝わる間にだいぶ変容したようで。伝わったのかこれ。棒で弾を突く遊び、ということは伝わったらしい。ルールが伝わるのはそれから30年後だった。一人スタンガンのやつがいた。くそわろた。どさくさに紛れて。首の後ろの手だな。本日は、本当に申し訳あー。やれやれ。どうやら女風呂で人が倒れたらしい。助けに行ってくるよ。取る気満々やないか、わら。行かせねえよ。変われ、わら。基地で待ってる。それじゃあメンバー紹介するわ。左手、右手、そして赤血球。電車で見てばくわら。あるある。こいつなしでは盛り上がらない。口、権力の霊。下で支える人がいるから権力か。なるほど。お題少し透けて見えんのくさ。本来は上下逆なんだよな。俺はバオナゴマソウとカキを投げたんだ。まさかカニに命中して亡くなるなんて。悪気はなかったのか。強引な言い訳。会見開いてもいいけど全員連帯責任でクビや。サルジエだったな。投げたボールが落ちて、どっち取りに行く？みたいな空気になった。相当閣下ご自身で。お前だろ、いやお前だろ、いやいやお前だろ。諦めろ。じゃあ足が速い方な。これを見せたらあの鬼軍曹がやーっと言って逃げたので、とりあえず追いかけてみる。鬼軍曹と鬼ごっこ、わら。鬼軍曹嫌われてる。小さい頃ゼミの抜け殻でそんな感じだった。サディスティックバイオレンスの逆襲。はぁ、あるばる来たぜ、箱だけ。着払いだったので怒りを覚えた。歌うな。いらぁ。箱だけからだったらマジでくさ。実際されようもんなら許しがたい。彼女は好きだが怒った時の顔だけグーパンしたい衝動に駆られる。M の素質あるな彼女。熟女です。怒ってる顔も綺麗です、わらわら。50歳くらいかな。抱っこ。おいでおいで。抱っこ、いいぜしてやるよ。抱っこはより現実のが可愛い。いや、抱っこ。扇風機扇風機、弱にして。これ、どこだろう？これマジ？画像の詳細が気になる。弱じゃなくて止めろよ。寝っ転がっていたらボールは友達、と言いながら蹴られた。逆ツバ。犯人確定。頭取れなくてよかったね。アルシンドなってるよ。ホーム歩いてたら隣の駅着いた。どんだけホーム長いんだよ。あるわ、ねえよ。夢じゃないかと疑う瞬間。そういうの作ってもいいと思う。サザエさんのレントゲン写真。あの頭、頭蓋骨あったのか。サザエさんイザー説。髪の中に骨通ってるってどういうことだよ。俺たちは何も見ていない。いいね。失敗する気がする。ドクロやんけ。怖い怖い。不吉なことが起こる予感。あ、結ぶ欠陥間違えた。眼球を潰すシューティングゲームが意外と面白い。ガンシューティング。やりてー無限コンティニューするかも。風がバンって出るやつ。じゃあ？わかっとるよな。ワイパー動かしたらあかんで。たまにあるある。フリか？一瞬、わからんかった。5秒後のカエル、あかんね歌やん。オチが見え見えなドッキリでも芸人なら乗っかる説。テレビの裏側か。
あるあるですな。飛ぶと思いきや日もちぎれど滑りっていう。小峠なら座る。ブレーキはまりない。理解するのに3秒くらいかかった。よく考えたな。うまい。ブレーキはまりない。何度島流ししても陽気に帰ってくる。もう許したれ。舐められてるな。せめて普通に帰ってこれんか。お帰りなさい。毒味がかりだけでこの階級まで登り詰めた。何回か毒に当たってるだろ。一芸の極み。体の張り方そうじゃない。毒入りを発見するたびに勲章。久しぶりだな。4年ぶりか ?2 年です。息子は元気か娘です。なあ、ジョ、サムです。全部違う。興味ないのバレバレ。2年も会わないとね。忘れちゃうよね。グダグダや。回復できなかった。経済不況。防げなかった。隣国との戦争。発覚した。汚職。脳内再生余裕でした。余分にもらった。出張費。卒業式みたいに言うな。いろいろアウトだよ。問い。なんやと言って。って、ほんまや。門祭りじゃあ。試験勉強中の悪夢や。神殿への入資格を図る瞬間。横浜のアパートの部屋から逃げていた錦蛇。メルカリで発見。売った奴の末路気になる。生きててよかったな。何でも売ってるな。転売屋は泥棒だからな。友人宅にあるメトロノームに興味が止まらない。ちなみに等身大です。マッスルマッスル。純粋に面白い。何これ欲しい。今から渋谷行くわ。ハロウィンを理由にイキリ散らしとるやつ片っ端から削除する。そして、ゼロ強を復活させる。渋谷にいるゼロ強たち、18時に八甲前で集合。八甲の上に座ってるやついたら僕だから。トリクオアストリート、時代が動くぜ。宿題終わってから行きなさいね。特に英語。黒歴史間違いなし。学校のイキリ男子に似てる。自分の黒歴史思い出して叫びたくなった。ストリートは草生える。面積求めてみんな。難問だな。顔の分の面積引くのめんどくせえ。積分しなきゃ。こういうワンピースのキャラおったような。生活保護費で暮らす。ある意味賢いとも言える。俺も狙ってる。積極的になるな、わら。少し申し訳なさそうにしてくれ、わら。愛着が湧いて売れない。まことちゃんでこういう話あったの思い出した。こういうの好き。売れて、食べてもらうのが野菜にとっての幸せやねんで。片付けられない人ですね、わら。逃げたら飽きまへんどす。逃げたら飽きまへんどす。逃げたら飽きまへんどす。アンさん、バカどすか?パターン青、人どす。わろたらええと思います。風流エドラングレイ。遅れてごめんと言いながら自家用ヘリで到着した先輩が、お好み焼きパーティーの青のりとカツオ節を全部吹き飛ばした。ピンポイント風圧。味のある期待だな、どこのだろ。このおっちょこちょいさんめ。なぜ室内パーティーにヘリで行ったし。一般的なやけど、薬品によるやけど。二次会までは覚えてるんやけど。起こし方ひどいんやけど。秀逸なんやけど。酔いが覚めてしもたんやけど。うますぎてわろたんやけど。歯磨き粉に書いてあったら嫌な言葉。は、ごっそり。根元からか?これでもう歯磨きいらず。汚れと一緒に歯も取れるんか?もはやブラシではなく刃物で草。本日3度目の卵購入へ出発。やべえ客来た、関わらんとこ。余計覚えられるわ。ひそひそ。バレバレだけど関わりたくないから OK。夏場のチョコボール。その後冷やされ、一生離れられないのであった。だいぶ溶けてる。チョコ系車に忘れたら最悪だよね。その後固まっただけなのに変なお得感。ボールが見つからないので愛想笑いでごまかす。買おうよ。こっちみんな。野球部あるあるですね。鼻水出た。水泳の後の国語。正常運転やで。あーもう最悪な時間。水泳後の眠気は異常。はいちょっとお前ら水泳の後で眠いとは思うが頑張って起きてくれー。うわぁ俺は犬苦手なんだよ。お前もその犬だがな。め。お前。どこから突っ込めばいいんだ。手で家具の幅を測ったままイケアへ向かう途中。測れし。測り役を受け継いでる。定規とかで測ればいいのに。増えた。卓球部のユニフォーム。わかる無駄に派手。
バド部もそんな感じだった。すっげえわかる。あのよくわからんシャツコンなんかいてたのか。一回後ろに引いて手を離すと前に走ります。走る、食べられる。時代は回転から自走へ。食わせろ。サバが一番足が速そう。ママ、早く100円入れて。はいはい、仕方ないわね、たかしは。かわいい。だっせ。増えた。遅い、乗れ。わかる人にはわかるシーン。上のやついい表情してはる。もののけ姫のワンシーン。明日か。いいか、俺たちのゴールはあっちだ。これで5回目だぞ。逆転とした。指さしてる方ちゃんと見ろ。言われてるそばから違う方見てるし。コートチェンジしてミスったか。カーペットのダニから見たルンバ。壮大すぎてくさ。今日のルンバ予報はっと。平地って恐ろしい。写真がやばい。母さん、部屋入るときはノックしてって言ったじゃん。何してた？人間離れしてる。何かを高速で隠しまくって息切れしてないのすごい。何しとんの？すみません。受信料いいですか？もうストーカーじゃねえか。集金人の鏡です。払ってやれよ。張り倒していいですか？お父さん、誕生日に辞書とか参考書とかよりおもちゃがいい。おもちゃ屋さんは監視カメラ多いから諦めなさい。盗むな。土地狂った家庭。盗む前提かよ。万引き家族。この縄跳びで僕を叩いてほしいんだ。言ってそう。この年で目覚めちゃったのか。一回3000円な。勇気を出して初めての告白。お母さんへ、今あるのはヤクルトではなく、ピルクルです。わかりました、マミーより。なんとも健康的なやりとり。その返しにはびっくるや。この親にしてこの子あり。マミーさすが。わざわざ近くに寄ってきてはプエトする。なんだこの野郎、抱っこすんぞ。喧嘩は。プエしてほしい。ツンデレ。もうご飯の時間だから帰るよって何度も言ってるのに、飼っているロッククライマーが言うこと聞かない。まだ登って全く進んでないから何回か落ちてるのかね。たずな。散歩中のペット。一瞬、馬か何かに振り下ろされてるんかと思った。テニスを何度教えても、ことごとく場外ホームランを放つ。向いてねえけど逆にすごいわ。飛ばす気満々。これはいいフルスイング。もう野球やれよ。ワイルドスピードのスタッフが送る大迫力のトムとジェリー。やばいみたい。いつ公開されますか？途中で戦車が出てくる。もうスピードになっただけだろ。盗んだバイクで走り出す。鍵がない、走らない。そういう意味ちゃう。盗んだバイクを持って足で走り出す。どっちかって言うとバイクを盗んで走り出す。全国猫ちゃんアンケート、死ぬまでに一度はやってみたいダイナミックなこと第2位。1位はなんじゃ。やったら飯抜き。2位ってところがいいよね。襖の取っ手のところ猫や。前だけを見て生きていこうと決めた。犬はやめろ。ぶつかるわい。危ない。前だけ見ていても、生きづらいんだぜ。スマホには触らせないにゃ。データじゃなくて、生きてる方を大事にしろにゃ。大事にしてほしいにゃ。うちの嫁に同じこと言われたな。その通りなんだにゃ。ぬっくぅ。聞き、お届け先はとんがり屋根の大きな建物付近の赤い屋根のうちね。絶望しかない。パニックパニック。魔法で調べればいいんとちゃう、適当。よく見ると、候補は3件。車の中で見つけた長い髪の毛を持って、旦那の帰りを待つ。なんと神々しい。奥さんはショートだしな。怖い怖い怖い。旦那終了。迫るルンバ。逃げます。自らルンバに向かうド M がいる模様。男たるもの、負けると分かっていても戦わなければならない時がある。なるほど。金麦冷やして待ってるから。笑っちゃってるじゃねえか自転車の人。頑張るー。さぞ、うまいだろうな。ありがてえ。ちゃんとインスタ映え意識しろよ。私もそれ考えて一応隠してます。座れや。で、何の肉だ？かわいい。好き。東京修女は、個性的で気さくな先生が丁寧に教えます。免許取得率 100%。気さくねえ。埋められるのは嫌です。なんか怖えわ。お前が歌うんかい。ツッコミ方特殊。めっちゃ声小さそうな顔。これが噂のヘドバンスか先輩。これがバンド漫才というものですか。吉
予備のトイレットペーパーが高いところに保管されてる。もうそれにしか見えない。その前に足伸ばせや。取りづらそう。足伸ばすといろいろついちゃう気がするんだ。給食のカレーを鍋ごとこぼした田中への視線が冷たい。罪は重い。うむ、白飯のみだな。これは重罪だな。給食当番一同、班のせいにされる。ナースコール10回目。しつこくて頭に来たんだろうな。グローブいらんやろ。一般外来の利用者もいるので、受付待ち合いではスマイルを通す。看護師だからすごく共感できてくさ。大丈夫。入り口のとこでセーブしといたから。これで失敗しても、一回落とせば大丈夫。なお、オートセーブだった模様。セーブデータが壊れています。最初からやり直しますか？神ゲー。絶対に立ち上がらないでリモコンを取りたいやつ。立った方が100倍楽。ほぼ立ってる。立ち上がるより疲れる。精神力が素晴らしい。コートの中では平気なの。クソ増えた。落書きに星3つ。うますぎわろた。この教科書欲しいわ。終電を逃したので急いで追いかける。そのまま帰れ。はよ帰れ。そんなに電車好きなんだ。いや運転して帰れよ。一番人気だったからあえて力抜いて再開でゴールしてやったぜ。煽りスキル高いお馬さんやね。ひでえ。すぐ逆らいたくなるタイプだな。こんなレースされたら競馬ファンから金返せのクレーム来そう。食べ物を粗末にするな。人のこと言えねえ。特大ブーメラン。この親にしてこの子あり。理不尽で草。バブ。入れた直後。ダム怖いよね。シンプルだな。じゅわじゅわ来た。水は俺が食い止める。構わず先に行け。フルフルはロタ。男らしい。この子欲しい。水が出たらスポーンって抜けて飛んでいきそうだな。飲みすぎたごめん吐きそう。吐かないで、かわいいし。パンパン。もうカオスの爆弾にしか見えないっす。もうすぐ次の駅だから、もう少し我慢。前の鳩を追ってくれ。自分で追ってくれ。飛べや。このまま地面張って進むんでしょ。バカ野郎。コンセプト、人生。骨折不可避。最後何があった。大地を踏みしめた時、人が自立した証。フリーフォール。あ、3年の白鳥先輩だ。目、合わせるなよ。絡まれるぞ。こう見えて優しい。私も目を合わせないでおこう。カモが異常に可愛い。おい、みんな空見てみろ。タカ先輩いるぞ。修学旅行で最初に寝たやつ。よし、静かにそっとな。なんでこれで起きねえんだってやりとりがあったんやろな。容赦ねえ。美術家の本気。心霊スポットに出てきそう。ちらっと見えるとドキッとするもの。3位、パンツ。2位、胸の谷間。1位、パトカー。めっちゃわかる。なんか平常心を装わないといけない気がする。ドキドキするよな、これって恋。何も悪いことしてないのにね。やべえ、殺だ。子供を盾にしないでと言われたので武器にする。盾に持っとるやん。子供っていい武器なのかな。盾物理と武器物理。いや、そうじゃない。間違いを恐れずに英語を訳してください。スーパードライ、極度に乾燥しろ、オリジン弁当、独創的な弁当や、ドライブスルー、運転を放棄。ノースモーキング、横綱不在。何十年も前からすられ続けてきたネタ。ナイスセンス。これには勝てない。横綱がいないのか。盛り上がらない場所になるな。サイドミラーはお経を書き忘れたため、持っていかれました。これ見て耳なし方位置を連想できるセンス素直に羨ましい。誰が持ってったんだよ。サイドミラーなし方位置。お経って、なんだっけ。Yes we can. Yes we can. 増えた。つい自演してもうた。じわる。一国道。デスノートを渡した途端、これ。まず渡した人の名前はバレてないよな。やめられない、止まらない。顔が真剣。どんだけ消したい人いるんだ。あなたこのピンクの名刺何。ちょっと立つと逆に冷静になってくるのがリアル。しししし、仕事相手だよ。めちゃくちゃわかりやすく心拍乱れてる。死んじゃう。最近廃屋高いな。今年中に200円にはなるんじゃね。経由は一気に下がったな。これは廃屋、ぼったくりですな。200オーバーとかもう棺桶に足突っ込んでる。あかん。これはあかん。特に左の色、てめえはダメだ。玄関の可愛いマスコット。いや形が。よく販売まで行ったな。
聖徳太子は10人の話を同時に聞いて、わしゃ、聖徳太子かと返した。ノリツッコミ。それ本人も言うんだ。気づくの遅いな。ならお前誰やねん。パトカーの妖精。おっさんなんだ。犯罪の悪魔。追加で応援の妖精も来るらしい。パトカー出動を要請。昔ほどの輝きがなくなったもの。輝く日本レコード大賞。時代だよね。紅白も。そういやあったね、そんなのも。昔もできレース。紅白も同じく。赤信号でも止まらない。人生青信号。制御不能な青春じゃねえよ。みんなで渡れば怖くない。次回作。公開先に立たず。峰雄太とユーライタ、水の幹と水の巻、山下美月と山本美月。タモリと勇敢。陣内のネタにあった。アハ体験。誰が言ったか知らないが言われてみれば確かに見える。同じこと思ってた人いた。UFO に引き上げられるのを阻止しているが、かれこれ10人目で逆に盛り上がってきた。大津江21人目だ。それでも人は抜けません。おいおい俺もかよ。盛り上がるな。男二人女一人で無人島に遭難して半年、未だに私を取り合う争いは起きていない。健康そうでよかった。多分向こうは向こうでそういう関係よ。いや、まあ、仕方ないよ。平和で何より。ちょ、そこのドレッシング取って。マヨネーズしかないわ。美食かコアラ。まあ単体だと美味しくないよな。最近のコアラは贅沢だな。桃太郎の NG。3位。鬼ヶ島が遠い。2位、桃が流れてこない。1位、家に洗濯機がある。おばあさんから太郎が生まれる。ガスコンロもありそう。2位は1位のせいだろ。かん。身長は、2人合わせてお月様と同じくらい。1人約 1730km。リトルツインスターズっていうくらいだからな。電源突破してるね。その日人類は思い出した。そりゃそうなるわな。お前が生前にした悪事を述べよ。醤油舐めて炎上しました。地獄行きだ。閻魔大王様、即答。お前か。親切 SNS 生きり地獄。針の山を舐め続ける罰。母がベッドの下を掃除し始めた。ノー、ママ、ノー。今はスマホなんよな。大事に隠しておいた GX ベッキンガー。なんちゅう顔や。佐川も大和も関係なく助け合っていて。超クール宅急便。一般人さんも入れたげて。心を震わせるボケ。現場の人間って結構こうだよね。胸圧。家族が寝てる間に見ていた卑猥な DVD を片付けてなかったのを通勤中に思い出した。嫁ならまだしも浮かんだと気まずいな。終わった。もう仕事どころじゃない。あえて今時 DVD でスリルを求めるもさ。1でアホになる。1しか言えない。1しか言われへんねん。何気にしたがハート。ずっとアホ。パパ活は遠行だと主張する人へ。遠行とパパ活は絶対違うものだと思うんだけど。遠行で動くお金は消費で、パパ活で動くお金は投資。遠行おじさんに性的に使い捨てにされるか、パパに人として成長もらうかの違いは大きいと思う。理論もガバガバ。中に投資するよ。これはあたおか。どうもゆるゆる。お題も、ボケもいい意味でひどい。8割がいると聞いてきたらこれ。なんとかなれー。猫の絶望感よ。顔。神妙。今日は、目の前で切れ散らかしている撮り鉄をスケッチしていこうと思います。煽りすぎ。どんどんやれ。笑顔が可愛い。ただの切れ散らかしてるおっさんの絵じゃねえか。産経職場とは、きつい、汚い、簡単なお仕事です。アットホームな職場ですので安心して働けます。簡単なお仕事。鬼畜の所業だ。真っ黒だ。当たり鉄。疲れ鉄迷惑なやつだな。何が目的なんだ。新手の鉄をただな。迷惑すぎる。大将やってる？のれんを飛び越えたのか、この人がのれんなのか、どっちだろう。入り方の癖がすごい。まだ準備中だよ。のれんを飛び越える。いや、その時間はずっと家にいましたよ。それで三車線並ぶな。わかったんですよ、犯人がね。それは言うと言っていいのだろうか。ほな犯人ちゃうか。ジスマーク。ジスマーク。絵が出ない。なんて打つんや。ジスマークだけでこんなに満足したの初めて。お題が強すぎる。
タイトルから一文字消してダサくしてください。クズ。あなたは小学5年生より賢いの。一文字抜いただけなのに原型がわからなくなるってすごい。ただの悪口。いきなりきつい一言やな。増えた。ミニーはまだか。遠いな。天才かよ。うますぎ。加藤美節。さすが。知らなかった。すごいですね。潜水。そして輝くウルトラソウル。血を対応される未来が。へえ。熱量ありすぎる合図値。これはうまい。29歳の女性が運転する軽自動車が、先ほど辞めた勤務先に突っ込む。貸与されてた車の返却なんやろ。よっぽど恨みが。口が滑って辞めた勤務先に。怖い。よく笑い、じっと目を見て、話を聞いていれば、セクハラになる。うん。これが事実なのがなんとも。本当にシャレにならない。うむ、せちがらい。厳しすぎる。すぐ物をなくす選手権のグランドチャンピオン大会、授賞式は、やっぱりすごかった。これ系好き。トロフィーをなくしたのか。団体戦だろこれ。T シャツまでなくしてるやつが1位かな。指で回してた車のキーが排水口の中に飛んでった。やっちまったな。見よ、この絶望感。やってもうたあるある。あっ帰れない。道にゲーセンのコインを置いといて、500円玉と勘違いして拾っては落胆する人を見て楽しむ。悪そうな顔してるわ。プクスクス。暇か。あんたらの仕業か。一眼レフカメラを丸飲みにするおっさんが気になってインタビューどころじゃない。噛んでシャッター押すタイプ。カメラ美味しい。大きいな。わら。ペロペロ。バレンタインデーにもらったチョコを見せると本命かどうか判定してくれる。顔が渋すぎて草。ちなみにこれは本命の時な。いい仕事してますな。ギリ。3日間、たかしが出てこない。ドアを固定したからかもしれない。やめて差し上げて。たかしの色そろそろやばいよ。かもじゃなくてそうだろわら。たかしくん、天井がないことに気づかない。会議中ずっと裏に落書きしてた資料を偉い人に持ってかれた。あっちょ。あるある。首確定。偉い人の顔を描いてた。朝から師匠があれ？わしのブラがないって困ってるけど、この絶妙なフィット感私にこそふさわしいですぞ。同じの会や。バカバッカ。男性用ブラが普及してる今日この頃。何してるんだこのジジイどもは。待って待って待って。怖い怖い私、一人暮らしなのに、なんで目の前に女の人いるの？そっちかよ。いやもう、どっちも怖いよ。女の子だったんかい。一人で仮面つけんな。父親扱いしてくれなかった血のつながってない娘と結婚式のことで大喧嘩し、うるせえんだよ親父と言われた。いいよねこういうの。心のどこかで認めてたんだよ。負けますね素晴らしい。これっておっさんって意味じゃ。テスト中わからない漢字が日直の名前に入ってた。ほう。とりあえず見渡すよな。教室の中にたまに答えがあるんだわ。一番後ろに座っているやつとかはかわいそう。店員がいないので店番のふりをして遊ぶ。何してんねん。いい歳してやめなさい。らっしゃいらっしゃい。楽しそう。お見合いサイトに登録したら、自分を紹介された。母親が登録してたのか。決め顔の自分を紹介されても。どうすらいいの。きっと気が合うねわら。知らない人たちが観覧車に乗ってきた。そらこんな顔にもなる。押し寄せる大量の観光客。何が始まるのか。相席でいいですか？なんで寝ると明日が来るのかしら。私はずっと寝ていたいだけなのに。ブラック企業で働く友達の言動が最近危ない。さっき同じこと言ってたわ、俺。学生時代でも言うわ普通に。ブラック企業なのに寝てるだと。最近こんな感じ。奴らまだやる気かよ、なんて奴らだ。次は一体何をやらかすつもりなんだ。教頭校長先生、ありがとうございました。続きまして PTA 会長による。PTA 会長の次は、地元町内会長。やらかす呼ばわりで草。OB の挨拶も年度ごとにありそう。よくありますわら。アイスの蓋の裏を舐めようとするとバカにした感じで真似してくる。これ好き。じわじわ系。いいじゃないか。かわいい。書道家。何この写真。この写真だけでも笑える。
すり減って毛がなくなる。令和になってすぐのゴールデンボンバー。あと2つで500円割引。1列目のトッピング無料を我慢したんだな。スタンプカード。ミッションかな。何から引いてもらえるんだろう。答えはノーだ。話はそれだけかな。駅員が白線の内側まで下がるように注意したら面倒くさいやつだった。ちょびひげのが気になった。JR 西は黄色い点字ブロックっていう。歯磨きしながら見てはいけなかった。関東は黄色い線の内側だよ。一番安い葬式選んだらひどかった。何笑ってんだよ。行ってらっしゃい、チン。マジやべえ。電車で笑ってしもた。ふん、どか、ぶか。地元で一番安い歯医者さんに来た。あら、治療すぎる。でも、ちゃんと歯は抜ける。逆に怪我してるやんけ。さすがに靴は消毒してるんだろうな。よほど急いでいるのだろう。自転車本体がないことにまだ気づいていない。どういう原理で進んでんだよ。浮いてる？どこで気づくんだろうね。トムジェリかよ。弾みながら、下半身を中心に左右にひねる。に。体育教師を挑発する、八個間。やってみるわ。腹立つわ。ほらほらかかってきなよ。8時間に見えた。ネガティブ戦隊、立ち直れないんじゃ、第1話。今更だけど、立ち直れんじゃの方がしっくりくるよね、交互期待。第2話厳しすぎた現実。第20話和解第1章完結。最終話。っていう夢を見たんだ。みたいな。非常口を解雇され男子トイレに再就職することになった。すげえ嫌そうにしてんじゃん。再就職できるだけまだマシ。片足立ちキープより楽やぞ。横断歩道も捨てがたい。間違えると電流が流れる。これ好きだわ。応援してます。間違えたらダメな感じのところでしょ。深夜番組でありそうなネタ。電流流した。久々に笑った。それでズブズブ沈んでいくやつ。全員虫ころり状態。川でやるガッチン用の悪質なやつ。給水所に作動具しかない。律儀に茶を立てるな。あっつ。シャカシャカ、ごっくん。水もないからお茶すら作れないという。あまりに突然のことが次々と起こり、どうお答えしてよいかわかりません。浮気相手と旅行に来たら嫁も浮気相手と旅行に来てて、俺の浮気相手と嫁の浮気相手が夫婦だった。ダブルデートやん。ねえよ。そこからママレードボーイが始まるのか。もうお前ら一緒に暮らせ。自習を伝えに来た学年主任。ごご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 。先生側はこうはならんだろ。お前ら自習だろう。そして自習用のプリントが配られる。進度4、眠っている人のほとんどが目を覚ます。そう、眠っている人のほとんどが目を覚ますのだ。なんか声は強調すんな。大事なことだもんな。つまりどういうことだってばよ。今だから言えるけど、子供の頃していた勘違い。夜中目を覚ますと、母ちゃんがセーラー服を着てたので今から学校に行くんだと思っていた。母親セーラームーン説。学校という名のお店に登校ですな。定時制にこっそり通ってたのかも。何の勉強をするんですかね。山田の遠足のお菓子が明らかに末端価格300万を超えている。やめられない、止まらないわら。山田くんが決まってます。チョコとかガムとかそういう名前だから。どんな菓子を持ってきてるんだよ。10文字以内で怖い話をしてください。給料日まであと30日。仕事のモチベーションが落ちるわら。やめてー。カード切りすぎて破産。ゾッとするわ。さっきから関節技を決めようとしてくるので落ち着いて賛美歌を歌えない。サブミッション。なんでやねん。駆け引きが想像できる。何をしたいの天使。基地らしきものがあったのでとりあえず攻撃したら、味方の通信が途絶えた。バカ。主導。とりあえずで行動するからだ。だからこんな哀愁漂う顔なのか。はい、この話はこれで終わり。いきなりこの独り言はビビる。誰と会話してたんだ。ビクってなるな。何を妄想していたのだろう。なんやねんドキドキ。薬を10錠飲むよりも20錠飲む方がずっと効果があるはず。ウイスキーで溶かして飲むともっと肺になるよ。不謹慎オブ不謹慎。ケーキかけるカレーは最強みたいな理屈。それ多分ダメなやつ。一人吐いてない。安村流行ってるんか。なるほど、安心した。そしてその一人がたまらないのである。とにかく明るい。うわぁ、何
んか召喚してしまった。召喚した甲斐がないし、この後がめんどくさそう。あるある。こいつら異世界召喚に慣れてやがる。能力の無駄遣い。東京。京都。さっきはすいませんでした。反省するまでだいぶ時間かかったな。都道府県を超えた。京都までの間に誰かに占められたのか？最初からやんな。ウーバーイーツかと思ってドア開けたら NHK。あいつら何でもありになってきたな。契約書をお届けに参りました。さて、今晩私がいただくのは受信料。ビビりすぎでしょ。すごい表情。令和生まれの人が心配していること。令和18年生まれの人間は生まれつき R18 呼ばわりされる、ということ。まあ言うて俺ら平成生まれも生まれながらに言ったけどな。そういう名前の部位が出るんだろうな。今からでも遅くない。令和にするんだ。青年欄書くとき毎回嫌になるだろうな。有名なお菓子の商品名に夜のをつけて大人の味にしてください。夜のうまい棒。女性の理想サイズがうまい棒らしい。大人の味。中にクリームソースぎっしり。夜の白い恋人。容疑者1名、お腹の中に確保。犯人に徒歩で逃げられた後に大手柄やん。食後。逃げられる心配がないけどそれ無事にいてこれるやつ？むしゃむしゃしてやりました。あ、一つ言い忘れてたけど。この辺、ワニに襲われる被害が多いみたいだから気をつけてねー。それじゃ。自力で脱出できるだろ。じゃあな。てコアラさんさよならなの。そんな気軽に出れんだ。初センターと聞いていたが、思ってたのと違った。監督、うちのセンターやらないか？グローブなし。正直ライブよりこっちの方が応援してて楽しい。しかも打順は8番だった。はよせにゃ幼稚園のバス出ちゃうでしょ。やだやだ。ビッグモーターで整備したやつだよ。家まで来れたってことは大丈夫やろ。そう言い訳できるガキ見たことない。いや、余計なところまで直しているからむしろ安全なんだぞ。奇遇だな、私の車と同じじゃないか。コインダバ、ワンツカ、寝でがら、引っ張りへ。約、この間、犬が寝てながらへをこいた。方言ってすごいんだなって。とりあえず俺の地元当ててみやほんだら。正解感がすごい。この役以外に正解あるのか？国内、だよな。かけたくなるもの。3位、被災者に毛布。2位、卵かけご飯。1位。2+2+2+2+2+2+2+2+2は20。人はこうして掛け算を発明するのだな。10でかけてスッキリにして。めんどくせえ。かけさせろー。確かにかけたい。さっきは激しくぶつかってすみません。お怪我ないですか？お前らわざとだろ。もうこんなことはないよう気をつけます。本当に申し訳ない。けなしまくりやな。反省する気もうとうないやん。決対なやつやな。不毛な争い。基本語だからわからないと思ってるのか。お前らよくも抜け抜けと。ルールを知らないが、見よう見真似で決勝まで勝ち進んだ。馬のやつそう動くんだ。俺もやってみよう。超天才やん。おじさんところで、これなんてゲーム？底なしの洞察力。反省する気のない謝罪会見、どんなの？アレクサ、15時に謝っといて。誠意のない謝罪は大罪。申し訳ございませんでした。おもろいから許してしまいそう。全然誠意ない。イントロクイズ、曲名がわかった方は手を挙げてくださいね。じゃあ行きますよ、イントロうどん。あ、これ昔好きだった歌よ。なんて曲名だったか知らねえ。あら、山本さん。手を挙げてから考えるクソみたいなタイプですね。それを言っちゃうクソみたいなタイプ。山本さん、あ。だからシンキングタイムを決めておけと。言いすぎ。犯行現場にこれが落ちていたんですよ。フクロウの羽はラブレター。ほう。可愛い顔してても肉食だからな。それ俺の羽じゃないよね。ビッグモーターの社長が今頃検索してそうなこと。大型楽器ケース。プライベートジェットがないと難しそう。社員置いて逃げんな。ならず者でも逃げ込めるしょうもない国しか行き先ないぞ。海外逃亡する気か。ビッグモーターの出張買取の光景。社長、ゴルフボールを使え。水増し半端ねえ。ああ、ここも、ふん、壊れちゃってますねえ。やってモーター。さっき捨てたタバコのせいで下が大火事になっていた。確かに下から光が当たってるような。
通にありそうだな。のんきに見てんじゃねえ。お前も危ないじゃないか。おい、タバコしてんじゃねえよ。崖から飛び降りようとしている人に一言告げて阻止してください。お前のボケが殿堂入りしたぞ。なぜ俺がボケてやってるのを知ってるってなりそう。逆に飛び降りるかも。あ、お題がエロいから削除されたわ。これでもう思い残すことはないな。あいつ本当に子供を谷に落としたらしいぜ。ライオン A、噂されてるだけなのになんでやったんだろうな。ライオン B、それな。キングになれるかなれないかのボーダーライン。あ、それ嫁さんに後々まで恨まれるやつ。引くわ。自分は月1しかもらえないチュルを、ご主人が毎日野良猫にあげてる。そりゃこんな顔にもなるよな。お前は俺が引き取る。かわいそうだろ。許さにあい。無意味な自慢話、病気薬自慢、昔の武勇伝。買取台数6年連続日本一。社長、工場長が勝手にやったこと俺は知らん。ゴルフに対する冒涜ですよ。車壊すならビッグモーター。除草剤をタンと撒いた。一つ一つの単語は普通なのに、組み合わせると変な感じになる言葉。団地足す妻、バター足す犬。環境問題足すセクシー。おぼろげながら信じろうという文字が浮かんだんです。残念なイケメンが思い浮かんだ。同じことを2回言うあの人。あれ、あの人が。へぇ、嫁に追い出されちまったぜ。その割には楽しそうにピッキングしている。楽しそうで何より。嫁さん優しいな。全員もかけなきゃダメでしょ。そんな格好してるからだろ。はんにゃ、猫の指輪にゃ。二つの意味でうまいね。これ読み方はんにゃか。それでもかわいい。こんな戦闘は嫌だ。3位、入れ墨ない人を断り。2位、男湯と男湯。1位、洗い場になぜか土俵があり、定期的に格闘家がストリートファイトを始める。うまくいけばジャニーズへ入れます。ストリート風呂場。ホンダステージ。うるさそう。これいらないって思うの自分だけ ?3 位、スイカバーの種。2位、モスバーガーのトマト。1位、俺。大丈夫、お前だけじゃないさ。スイカバーの種はいるだろ。そんなことはないぞ。価値あるボケだ。ゼウス、激しい頭痛に襲われた時、痛くなったらすぐゼウス、と言った。メロディが自然と流れた。今ジュースと言ったな。俺はゼウスだ。僕はもう生きていけません。セデス、いかん。筒井より子、作、林明子、え、子供の友、傑作集、初めての、万引き。あえてひらがななのも面白い。こらこら。笑いながらが怖すぎる。何爽やかに言っとんねん。はい。コンティニューします。か?スマブラ DX コンティニュー?三角家ゲイムオーブや。この迷いのなさは死にゲーですね。間違いない。これがオールユー、ニートイズキルちゃんですか。ゲームの時、こういう風に聞かれるんだね。警部の部屋に盗みに入ったところ、別の泥棒がいたので逮捕しました。そうか、だから君の部屋には誰もいなかったのか。この府警さんには俺の暴発しそうな乳南部のホルスターになってもらおう。ゴソゴソボロン。泥棒には俺の太棒でお仕置きだな。ボロン、両思いのハッピーエンドってことで。最終的に誰が悪いのかわからなくなるやつ。おばあちゃんあるある。こけしや日本人形がある。骨董品レベルの家電がある。おじいちゃんも住んでるのに、なぜかおばあちゃんの家と呼ばれる。俺は昔、じいじとばあばの家行こうとか言ってけど、確かに周りの人見るとばあちゃん家とか言う人多かったな。確かに、ばあちゃんの方が家にいることが多いからかな。確かに、ばあちゃん家だわ。おじいちゃん、ゲセヌ。ロッテリアの全部。モス、バーガー、ハンバーガープラス、全具材。くそわろた。お、注文入ったぞ。隣のモスに行って買ってこい。ロッテリアなのかモスなのか。ロッテリア、モスじゃんマクドやろ。サブウェイ、バーガーキングです。壁広し。古代ローマの壁画になってしまった。かっけえ。あ、ローマ人、と話題の武田信玄さんだ。ローマやな。まあまあスッキリス。7位、3月。食物繊維を多めに摂取しよう。黒。8位、10月。ピーコは丸。お、杉は×。白。9位、1月。
虫刺されに注意しよう。じゃ、注意。11月。レジャーはしっかりと計画を立てよう。オレンジ。11位。2月。発言は一度考えてから慎重に。緑。何が違うんだ。おすぎが何したんだよ。つまりメガネをつけるかつかないか。おすぎ。作。え。石津正史。あ。缶薬やった。違う。これはただのビタミン剤じゃ。飲む前に大人に聞こうな。ヒロポンかな。私もその薬飲んだことあります。特に異常はなかったです。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 よかったー。僕のライトニング光彦って名前は、キラキラネーム一覧に入ってなかったー。光彦くんの何が意思を持つようになるスイッチじゃ。マジかよ光彦最低だな。これから入るんやで。これは光彦が悪い。リーダーとは、希望を配る人のことだ。それがどうした？僕、ナポレオン。歌に乗せてみたけど無理だった。やった人もっといるはず。どんな問題、僕ナポレオン。自分が言ったんやろ。脳内再生すると笑ける。馬と共に生きる人々に聞いた。人と馬の、これから。ドキュメンタリー映画。今日もどこかで。自己破産。だからあれほど怒りの12Rはやめろと言ったのに。もしかして馬主の方だったり？遊びでの借金は自己破産できんぞマジです。誰も知らない。知られちゃいけない。不審者情報を流してっと。これでこの辺も街灯とか増えればいいんだが。役所が使えん奴らで、言っただけじゃ何もしてくれないんだろうな。いい人やん。自己犠牲のベクトルが団地。良い人だけど。7月31日やはりピラミッドの一番上は俺では無理だ。だ挑戦だけでもさせてくれた優しいクラスメイトがいたことを忘れてはいけない。本人のメンタルえぐられるね。てっぺんを目指すのは悪いことじゃないぞ。状況によるけどな。一番下で全負荷かけられるかを。3連休の過ごし方を考える。まあまあ辛そうだな。どんな過ごし方なん。1日目で死にそう。1日目カタツムリと遊ぶ。2日目鳥と遊ぶ。3日目ウサギと遊ぶ。ある日突然、すべての動物が、になっていたら？ゴリラ年とかなかなか魅了的。ワニ年やシャチ年になったやつはいいけど、コバエ年とかゴキブリ年になったやつがムゴすぎる、システム。中国は起源を受け入れ、日本は起源を研究し、韓国は起源を主張する。牛年、ワニ年、クマ年、猫年、ゴリ年、ゾウ年。ふわふわドライカレー。わかめと野菜サラダ、ドレッシング。牛乳、豚肉、粉チーズ、大豆、豆腐、わかめ、ツナ、イカのオイスターソース焼き、味噌ちゃんこ、牛乳、イカ、豚肉、油揚げ、味噌、ミートボール、スパゲッティミートソース、キャベツとブロッコリーのサラダ、牛乳、豚肉、ハム、クラスメイト。島次郎のクラスでは日常。遠回しにトリッピー食うことを表現してくさ。まさに弱肉学園。うさぎ肉かもしれないだろ、すっとぼけ。牛乳って大事だな。客。おい、スープにハエが入ってるぞ。ウェイター。それはインスタ映えでございますね。何でもかんでもインスタにあげる人のことをこれから、インスタハエと呼ぶことにします。ウェイター。最近当店にも増えてきて困っているところです。客。誰がまいこと言うと。いや、うまいこと言ったからって許さねえよ。両親が喧嘩で、火花を散らしている。これは燃える展開だ、物理。バチバチやった後は、ちゃんと二人はくっつくんだよね。両親はスーパーサイヤ人通過。センスを感じすぎて絶頂。湿潤の確かめ。生。中。出る。子供チャレンジ。大人チャレンジの間違いでは？文字の羅列に悪意を感じる。小6の国語の教科書で、最後の方に図工の項、口が横並びで笑ってた。まさか並び替えでそうなるとは。最高の晩餐。バチカンから試客来るぞ。この中に一人裏切り者がいます。中指立ててるやついるぞ。俺の体は太陽の残飯。今夜もいただく最高の晩餐。香水をつけてるブス。コロンブスなんてね。地下1階へどうぞ。いらっしゃいませ。言ったことを大公開。なんてね。
なんか可愛い。まず画像の破壊力。別紙の言葉で女性客は引く。女性客とカップルを拒絶する店。今だとすぐネットで話題になって荒れそう。テレポートした友人が心配。服だけ残してどっか行っちゃったシンか。あれ、葉隠ちゃんシンか。ヒロアカのあいつやん。テレポート先は発見場だったので助かりました。超能力って案外不便なんだな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価もよろしくお願いします。また見てね。